回数を競います。連続してですからね、合計ジャンプ連続です、はい、制限時間3分の間にたくさん飛べたチームが勝ちです。縄は各チームのアテンドさんが回します。じゃあ、これはレシートを必要です。チーム佐野丸からいきます。はい、それではチーム佐野丸の先発3名から大縄跳びに挑戦ということになります。はい、じゃあまずチーム佐野丸誰が。はい、あやころちゃん、高田のゆめちゃん、メロンクマです。はい、あやころちゃん、高田のゆめちゃん、メロンクマです。メロンクマも黒ですね。来ましたね。大丈夫かな、協調性あるのかな。ねえ、ここでちょっと分かれますね。そうですね、他のキャラクターを邪魔しないか心配なんですが、ね、あゆこりちゃんとか止められちゃいそうな気がするね。大丈夫かな。近くにいると危ない気がします。あやこちゃん襲ってますよ、見てください。どうですかね。そうですね。さあ準備ができ次第、あれ回すのか、回すのあれできるんですか。ヤクソマンが回すんですか。ヤクソマンが回すみたいですね。なんか余裕ですね。ちょっとね、大丈夫なのかな。そして準備 OK です。はい、はい、準備 OK。準備 OK。いただきますか。はい、それではシーン B、オーダー組、スタート。大丈夫かな。全然止まらないですよ。お客様頑張って。はい。せーの。チーム B の結果は1点ということで